KPV 重機関銃は、合計 14.5mm のソビエト、連邦製銃機関銃であり、主に対物・対系装甲車両、対空用途に使用されている。KPV の開発は1944年に開始され、1949年に、不評用兵器として、ソ連軍に採用された。 不評用の KPEV は二輪と二脚を装備した全高の低い重火か三脚化に取り付けられて運用されたが重量課題であったことから1960年代にはソ連軍から姿を消した。対空用としては単装、二連装、四連装の三種類の重火が製作され、それぞれゼピットマイナス1、ゼピットマイナス2、ゼピットマイナス4として正式採用された。 1960年代には、より大口径の図 -23 から2が登場したが、対空機関銃としても優れた性能を発揮したことから、東側諸国に多数が供与され、現在でも多くの国で使用されている。車載型には、電気式のトリガーを装備する、KPVT が開発され、T-10M10 戦車の車載機関銃として用いられたほか、 装甲兵員輸送車である BTR-60、BTR-70、BTR-80 や BRDM-2 装甲偵察車などに搭載され体系装甲車両用武装として威力を発揮した。重心冷却方式は空冷式であり、重心内部はクロムメッキ処理が施されている。作動方式は ガス圧補助式小トリコイルで、相談ベルトを左右どちらからでも装填することが可能。使用する 14.5X114mm 弾は、小維鉄鋼弾と、小維流弾の2種類が用意された。もともとこの弾薬は、第二次世界大戦中に、対戦車ライフルであるシモノ p t r s 1 9 4 1やデグチャレフ p t r d 1 9 4 1用として、 大量生産されていたものであり、アメリカをはじめとする西側諸国の代表的な重機関銃である、ブローニング M20 機関銃の弾薬である、50BMG 弾の1.5倍の運動エネルギーを持つ。これらの弾薬はブルガリア、中国、エジプト、ポーランド、ルーマニアでも生産されている。ありがとうございます。